これは一体何でしょう。お猿さんの飛ばすシャボン玉、どうです？うまいもんですね。生きたお猿さんでもとてもこうはいきません。さて皆さん、お猿のおもちゃを動かすからくりがどんなものか知りたいと思いません？お腹の中を覗いてみましょう。これがその内臓、ちょっとした機械です。ブリキ製のこの機械は、本物の機械と動く理屈は同じです。首や手を動かす力は、電池で動くこのモーター。勢いよく回る歯車も、ちゃんと持っています。これは、シャボン玉を飛ばす送風機です。さて、もっとバラバラにしてみましょう。思い思いの形をした、皆一人前の部品です。でも、その一つ一つは、それだけでは何の働きもできません。例えば、モーターの軸についた小さな歯車は、モーターの回転で隣の大きな歯車を動かします。大きな歯車も、モーター軸の歯車と組んでこそ、初めて動くことができるのです。このように、それぞれの部品は、お互いに結びつくことで、一つのまとまった働きとなります。こうして、いろいろな部品が集まってからくりを作り、シャボン玉を飛ばすのです。おとけた身振りのおもちゃたち、どのおもちゃもお猿さんと同じように、実はそのお腹の中に動くからくりが隠されているのです。このからくりを機構と言います。ところで、関節で組み立てられている人間は、その動作がほとんど往復運動ですね。それは道具を使う場合でも同じです。ノコギリを引くときの体や手の往復運動は大変疲れる労働です。ところが、回転する丸ノコならあっという間に大きな材木を切ってしまいます。人間の体の往復運動が機械の回転運動に変わったことは、人類の歴史の上で大きな事件でした。機械の機構が社会の姿を変えたとも言えましょう。では、機械のそれぞれの部分がどんな風に組み合い、働きかけ合っているか、まずベルトについて調べてみましょう。回る車、つまり原動車の運動を離れた別の車に伝えるとき、ベルトが使われます。原動車と回される車が同じ大きさなら、回る速度は同じです。そして、回転の方向も同じです。ベルトをたすき掛けにすると、回る速さは同じですが、回転方向は逆になります。
原動車の2倍の直径の車を回すと、回される車の速度は原動車の2分の1になります。逆に原動車の直径を2倍にすれば、回される車の速度は2倍です。このように両方の車の比率を変えることで、必要な回転速度を与えることができるのです。ベルトはその車の大きさによって回転速度を変えたり、間に別の車を入れて回転を伝える向きを変えたりしながら、回転運動を次々に伝えるのです。これはたすきがけ。回転方向が逆になるのでしたね。幾段にも分かれた車、その形の通り段車と呼ばれます。どの車にベルトをかけるかによって、機械の速度を速くも遅くもできるのです。数本一緒になって車を回すゴムのベルト、これは V ベルトと呼ばれ、車の溝もベルトもV 字形になっていて、滑りが少なくなります。そのため大きな力が伝えられるので、最近はいろいろな機械に使われています。これはウィンチ。ここに使われている鉄のロープも回転運動を伝える働きをしています。このロープはウィンチや滑車や機銃機などにたくさん使われています。皆さんおなじみの自転車のチェーン、理屈はベルトと同じですが、一種の歯車と噛み合っているので、絶対に滑ることもなく、ベルトやロープより確実に回転を伝えます。ブルドーザーです。この頑丈なキャタピラも一種のチェーンと言えましょう。チェーンはあまり速度が速くなく、確実に回転を伝える必要がある機械に使われます。軸が近い場合、チェーンなど使わずに車の歯と歯を噛み合わせれば歯車になります。実際の歯車の歯はこれとは形も違い、もっと正確に噛み合います。実は歯車はチェーンより先輩で、機械が木で作られた頃から使われていました。これはヨーロッパの古い時代の機械です。火薬を作るのに使われたもので、独特の形をした歯車が働いています。同じ直径、同じ刃数の隣同士の歯車では、
回転速度が同じです。ただ、ベルトの車の時と違って、回転の方向は逆です。直径や刃数を変えれば、回転速度を速めたり遅くしたりできます。ところで、この3つの歯車のうち、第1と第3の歯車は、刃数も直径も同じです。真ん中に1つの歯車が入っても、速度は変わらないので、この真ん中の歯車を遊び歯車と言います。しかし、決して遊んでいるわけではありません。離れた歯車の間をつなぎ、第1と第3の歯車の回転方向を同じにしているのです。どうしてどうして。怠け者どころではありません。時計を観察すれば、歯車をいくつも噛み合わせて、回転の方向を変えたり、速度を変えたりする働きを見ることができるでしょう。長針と短針、あるいは秒針の回転速度がそれぞれ違うのも、歯車の組み合わせの働きなのです。ところで、歯車にはいろいろ変わった形があります。一方の歯車が平らになったラック。このラックは回転運動を往復運動に、また往復運動を回転運動に変えるときに使われます。この歯車の歯はハスになっているので、ハス場歯車と言います。刃をハスにするのは、回転を滑らかにするためです。軸が交わらないときに使う食い違い歯車も、刃がハスになっています。軸が直角に交わるとき、この傘歯車が使われます。形が傘に似ていますね。曲がり刃傘歯車。刃の曲がりが回転を滑らかにしています。芋虫のような歯車、ウォーム歯車と言います。ウォームとは、実は英語の芋虫のことです。お互いの軸が一点では交わらず、食い違っている位置の時に使われます。では次に、ちょっと変わった歯車をご紹介しましょう。その形の通り、楕円歯車。右が原動車で、回転速度は同じですが、左の方は、速くなったり、遅くなったりします。同じ楕円歯車でも、軸が偏っていると、その速度がこんなに変化するのです。十字型のゼネバ勲章に似ているので、ゼネバ歯車と呼ばれます。一歯ごとに一息つきます。四角歯車は、右の原動車の速度は一定でも、左の方は、1回転の間に4回速度が変わります。この歯に似ているので、養鶏歯車と呼ばれるこの歯車。その回転速度の変化をよく見てください。1回転に1回休む歯車。1回転に3種類の速度に変わる歯車など、歯車はその働く目的に応じてこんなにいろいろな種類があるのです。ところで、もう一度我がお猿さんにご登場願いましょう。
歯車がいろいろな速さで回っています。さて、これがカムだということはご存知でしょう。カムがお猿さんの腕棒をゆっくり持ち上げたり下ろしたりしています。カムの回転運動は上下運動に変えられています。実際の機械でもいろいろなカムが使われていて、複雑な運動のもとになっています。では、このカムの形はどうして決めるのか、一つの例を考えてみましょう。A の点が B まで上り、また A に戻るという上下運動を考えてみます。この上下運動は、ちょうど C から B への斜面を上り、今度は B から D に下るのに似ています。このピラミッドの上り下りを、360度の回転運動に変えるのがカムです。そこで水平線に接する任意の円を描きます。そしてピラミッドの底辺を12等分して垂直線を描きます。円の円周も12等分します。ピラミッドの垂直線から水平線と平行な線を取り、これに接する同心円を描きます。円の半径の円長と交わる点を結んでいきます。すると円周から交わる点までの長さはピラミッドの垂直線と等しくなります。つまり円の中心を軸にして、このできたハートを回転させればピラミッドの斜面を上り下りするのと同じことになるのです。ピラミッドがハートになったというわけです。こうしてハート型のカムは同じ速度で同じ距離の間を往復運動させる場合に使われるのです。カムにもいろいろ種類があります。例えば同じ上下運動でも降りるときの速度の速いカム、三角形のカムが動くことでこんなに変わった運動をするものもあります。円筒の溝が運動の仕方を決める円筒カム、この円筒カムはミシンに使われていて、伝えられてきた回転運動を針の上下運動と縫い糸の送り運動に変えているのです。ミシンといえば足で動かす踏み板の首振り運動が電接棒に伝えられ、クランクとなってベルト車を回します。この連接棒やクランクのような棒の組み合わせをリンクと言いますが、歯車やカムと同じように機械にとっては大切な働きをする部分です。さて、3本だけの棒では共つがいで組み合わせてもどちらにも動きません。そこで1本加えて4本にしてみます。1本を固定して D の棒を動かします。 D は円を描き、 B は弧を描きます。これは何回やってもまたどちらに動かしても同じ動きをします。ではもう1本加えて棒を5本にします。そして1本動かしてみると、他の3本は勝手な動き方をして
一定の運動をしません。どう動くかわからないので、このままでは機械には使えません。この3つの中では4本の組み合わせだけが一定の運動をしています。ミシンの踏み板、伝説棒、クランクはこの4本棒の組み合わせと同じです。これがリンクの基本の構造です。そしてリンクはその組み合わせを変えることによって2つの弧の運動をしたり2つの円の運動をしたりします。さて、4本のうち2本をうんと長くしてみます。そして動かしてみると、長い棒の描く軌跡は弧からだんだん曲線に近づいていきます。その運動が曲線になった場合がピストンクランク機構です。リンクもまたその形を変えることによっていろいろな働きをしてくれます。皆さんもリンク仕掛けを身近なところで数多く発見できるでしょう。エレベーターの中の扉、手押しポンプのピストンを上下させる仕掛けにもリンクが働いています。扇風機の首振り、みんなリンク仕掛けです。これは鉄の棒を切るノコギリですが、モーターの回転運動がリンク仕掛けでノコギリの往復運動に変えられています。逆に蒸気機関車ではピストンの往復運動がリンク仕掛けで車輪を回転させ走らせるのです。これこそ代表的なピストンクランク機構です。そしてここにもゆっくりと動くリンク、これはお猿さんの腕を動かしているリンクでした。目にも止まらない速さで複雑な運動をする機械、その機構が大変難しくてちょっと近寄りにくいような機械。お猿さんのからくりに比べて
全く違ったもののようですが、実はこのような本物の機械は、ただ部品が丈夫で寸法の精度が高く、馬力が大きくなって、それぞれの目的に沿う機構になっているだけです。その複雑な運動や機構も、今見てきたようなベルトや歯車やハムやリンクの組み合わせで働いているのです。このことをよく理解すれば、難しそうな機械も一層興味深く見ることができるばかりか、理解しやすくなるでしょう。いろいろな機械について皆さんもそのからくりを調べてみてください。